プーチン大統領は冷え込んだ。日露関係をめぐり、窓を閉じたのは日本の方だとし、日本が対話再開を求めるのであれば応じる用意があると話しました。これに対し、上川外務大臣はロシアに対する制裁を続ける考えを示した上で、次のように話しました。我が国外交全体において。 何が我が国の国益に資するかという観点から適切に対応してまいりたいと考えておりま,すまた松野官房長官もまずはウクライナへの侵攻をやめさせることが必要であり外交的な取り組みを続ける考えを示しています。